はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガリユニバース、今回はこちらのロマンシングフェス、クリスマスバージョンの、後半のイベントになるのかな、新しいガチャが来ておりますのでこちらを引いていきたいと思います。まあ、あのサンタキャラとしてね、SS のジニーちゃんと SS のアルベルト、 S キャットと A のタチアナが、登場しているんですけれども、キャラクター的にはどうかな、なんかすげー欲しいっていうキャラは特にいないんですよね。まあ、女性キャラでいくとジニーちゃん、まあ、好きな方ではあるんですけれども、あくまでもなんていうの、好きな方ではあるとでキャットとタチアナについてはなんか別にっていう感じなんで、まあどうかな。まあ、とりあえず、20連引くのと、あと1日1回限定ガチャ、優勝ガチャを、引いていきたいと思います。じゃあまずこの1回のやつから引いていきますか。ポイント、まあ、限定キャラも出てくれれば嬉しいですけれども、今欲しいのはねエレンのなんか S か A とか、こうピコーンってなった。技をね継承させたいキャラが何キャラかいて、まあ、要は SS キャラは持ってるんだけどその下のキャラが持ってないっていうのがねいるんで、ゲラハかよ。まずチップだな、チップ。さよなら。でじゃあ10連ガチャ1回目いきましょう。ほいほい。うん、このさ教授、そりゃ教授ってさ300年間生きてんの、これ第何代目教授なのかな。まあいいや、とりあえずやっとこう。教授の丸が来たところで、あ、なんか爆発がすげえ。ピコーンにはならなかったけどなんか爆発がすごかったね。これの演出が未だによくわかんないんだよな。ジャミルはある。これは A のバーバラか、 S のバーバラがあるから、まあ技の継承用かね。で S のローラで、セフィラスは持ってるね。 S のローラどうだったっけ。でシフの A もあったようななかったようなよくわかんない。あ、 A のローラはなんか普通にくれたからね。これ持ってる。ゲンさん、ゲンさんなんか烈風拳とかね仮に覚えればなんか強そうだけどね。全体攻撃の、あ、これは SS のあれですね。これもしやソフィア？全然違った。ジニーだった。ジニーちゃんだった。やったー、手に入れた。よし、じゃあジニーちゃんは S を持ってるんで、なんかの技を継承させよう。掃除は持ってますね。あれ？もう一個来た。アルベルトじゃん。いや、2枚入ってんな。私たちに声をかけたということは何かお困りごとがあるんだよ。これなんかアルベルト絵がねちょっとアルベルトっぽくない感じがするんだけど、まあ絵師によって違うんでしょうけど、お、ここではレビューはちょっと後で、後でってかしない。そもそもジニーちゃんと SS の両方サンタですね、限定キャラをゲットできましたので、まあなんかもういいかなっていう感じはしますね。開始月大進撃、ウォータームーンが分かんないんだよな。単体か、俺的にはさ全体攻撃のあのメガボルトとかね覚えてくれると嬉しいんだけどね。これが敵全体か、大進撃で。アビリティの方は攻撃した時稀に腕力増大、有権の守り、あ、来ちゃった。ヒットポイント満タン時の非ダメージの軽減か、テンションアップは常時的に与えるダメージが上昇すると。まあこの3つですね。まあ、全体攻撃もあるので結構使いやすいかな。やっぱ全体攻撃あるとね結構いいんだよね。で霞2段、これ何、これ妖精光術か。剣士関係のね術ってなんか火力が出ない気がするんだけど、多分武器を装備してもその術の力が上がるわけじゃないんで、いまいち使い方が分かんない。マルチウェイは強いでしょう普通に。でタクス希望、気絶被弾時味方全体回復、テンションアップは常時ダメージ上昇で、静寂の化身3、ヘイト減少か、なるほどね。 OK、 よ
よし、今回はかなり良かったな。じゃあちょっともう一回引くって言っちゃったんで、もう一回引いていきましょう。ほいほい。やっぱここの魔物はまあそれなりで、この後だね、やっぱ塔がね爆発するのがいいんだ。今回特に何もなかったな。おとなしくやめときゃよかったかも。いや待って、エレンが出てた。あれ普通にエスキャットが来た。でオライオンはいらない。あ、ホークか。ホーク持ってなかった気がするな。でミカエルも持ってない。でミネルバは持ってる。でローラさっき出た。でバーバラもさっき見たよね。でベアはいる。いや、お前またか。2回連続か。これ誰？あ、ビクトールの S か。ビクトールの S は持ってない。 A は持ってるんだよね。おお、いいね。だいぶチップに変換されたけど、まあまあまあ、このキャットが手に入ったんで。でキャット、そう、さっきちょろっと見たけど錬気章持ってんだよね。錬気章はねすげえ使いやすい、全体攻撃で。じゃあその2番目の技で全体攻撃があって、3番目の技で強い単体攻撃を持ってるっていうのがやっぱ使いやすいですね。で3番目の何、一番強い技で全体攻撃だと、要は単体をね相手にするときにちょっと火力不足になるんだよね。でアビリティは一応見てみましょう。免疫低下2と能力弱体2と能力弱体2の腕力と素早さを持ってるのか。なるほど、 OK ですと。じゃああとはまたですね、螺旋回廊ガチャ。これが螺旋回路が1回リセットされたのでチケットが溜まってますと、73枚ありますので50枚消費してガチャを10回実行いたしましょう。ほい。いまだにルージュはちなみに手に入れてません。今ルージュをやってると時間がなかなかなくてね。これは普通だな。あ、ヴァンパイアレディね、持ってる。シフ、さっき見た。ボルカノン、レッドも持ってる。確かこのレッドからあれかな、アルカイザー電気症を継承させてる気がします。まあ、別に継承はね、あのデメリット何もないんで。いや、ここの価値は特に微妙だな。あ、ルージュ、 A ルージュ、こいつ持ってなかった気がすんな。初めて見たもん、なんか。で、ロビンは持ってる。で、装置もさっき見た。これ、ほとんどチップに換金されるんじゃん。ほら、ルージュ以外全部チップになった。今欲しいのはね、今 SS のエレンがあるんで、それの海洋、まあ、S のエレンとか A のエレンとかですね。まあ、技を継承させるため。あと SS のグレイもいるんで、それの継承用も欲しいというところですね。まあそんな感じで、ロマンシングフェスの方はねかなりいい結果になりましたので、またね、ジニーちゃん、アルベルト、キャットを入れて、イベントの方を、次回やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。